はい、それではね、今回は演習問題10番のね、問い1、問い2のね、カッコ1、カッコ2とやっていきます。はい。まず、まあ、この、ね、問いの解説に入る前に、一番最初のね、授業プリントの一番最初で、演習問題10番のところね、開けたら、染色体 DNA 遺伝子ゲノムって書いてますね。こいつらのちょっとね、整理しましょう。まず、じゃあ細胞がね、こんな風にありましたよ、と。ね。まあ、ある一個の細胞でできてる細胞です。生物だとしましょう。単細胞生物だとしましょう。ね。で、こいつの中に、ね、染色体としては、こんな風にね、大きいやつ、大きいやつが2本。で、中くらいのやつが2本。ちっこいやつが2本、みたいな感じになってるとしましょう。ね。染色体ですね。これ。ね、染色体。で、次。染色体は、まあ、こういう風になってるんだな、っていうのがわかりますね。で、次。DNA。DNA っていうのは、この染色体の中に入ってるやつですね。はい。ちょっと二重らせん汚いですけどね。うまいこと書けてないんですけど、二重らせんね。まあ、二重らせん皆さんもね、テキパキとね、こんな風に書いててください。よいしょ。二本入ってるなんてわかるわけですから。ね。二重らせんになってると。で、この DNA が染色体の中に入ってるんですね。で、染色体っていうのは DNA だけで構成されてるんでしたっけって言ったらね、DNA だけじゃなかったですね。DNA とヒストンっていうね、タンパク質で構成されてるんでしたね。まあ他にもちょっとね、ちょびちょびちょびってついたりとかするんですけど。ね。まあこれ、主には DNA とヒストンですね。ということで、DNA とヒストンで主に構成されてる染色体。で、その中にある DNA。で、この DNA の中に、DNA の中にというかね、DNA 上にね、塩基配列として遺伝子が書き込まれてるんですね。はい。例えば、ラージ A とスモール A みたいなとか、ラージ B とスモール B みたいなとか。まあちょっとね、C に関してはね、ラージとスモールの区別が書きにくいので、ね、こういう風に書いてます。D にしておきます、ね。で、こういう風に DNA 上に遺伝子が載ってるというわけですね。で、もうあと残りゲノムです。ゲノム。ゲノムっていうのは何かなっていうと、この遺伝子の全部の集まりのことです。ね。遺伝子って寺院じゃないですか。で、ゲノムっていうのは、ゲ、ノ、オウム、ですか。ゲノーム。ちょっと綴り怪しいんですけどね。綴り、ちょっと忘れましたけど。その、ゲノームっていうね、オウムっていう。この、言葉が後ろにつくと、集まりってことなんですよ。ね。寺院のオウム、ゲノームですから。ね。寺院の集まりなの。別に覚えなくていいですよ。ゲノムの綴りなんか調べて覚えようとか思ったりしなくていいですけど、ね、このオウムっていうのはその集まりなんだなと。ね。まあ、そのうちね、この大学入ったら他にもね、なんとかオウムみたいなやつがね、出てきたりとかしますから、こういう生物のとかね。それなんかの集まりなんだなって思ってもらえばいいですね。あ、高校でも出てきますね、よく考えたら。バイオウムってありますね。ね、バイオウム。ね。うん、集まりです。ね、あれ植物の集まりじゃないですか。バイオウム。一緒、集まり。オウムの意味は集まりです。ってことで、ゲノーム。ね。遺伝子の集まりのことをゲノムって言うんですね。はい。ゲノーム、ね。ゲノム。ね。日本語ではゲノム。ね、はい。ってことです。で、こいつ、ね。ちょっとワンセットずつに切り抜きます。ね。おしょ。ちょっと手が滑りますね。キャップが滑りましたね。ワンセットずつにしてやると、でっかい染色体、中くらい、ちっこいの、だって。で、遺伝子がニョロ、遺伝子じゃない、染色体がニョロ、染色体じゃない、DNA がニョロニョロニョロ、だって。で、この上に、まあ、遺伝子が。まあ、例えば、ラージ A、スモール B、ラージ D みたいな感じになったとしますか。え、ね。そしたら、これはどういうことかなって言ったら、これは染色体が1本ずつ。ワンセットは1組あって、染色体が1組あって。ね、ワンセットあって、で、遺伝子も一組あって、遺伝子座 A、遺伝子座 B、遺伝子座 D に足して一組ずつあって、ね、これ、ラ、なんて、これじゃあ、これ、スモール A とかなかったらこれ一組ちゃうんちゃうかとか思ったりするかもしれないですけど、これ、要はあれですよ。耳垢ウェット、耳垢がね、ウェットな人、耳垢がドライの人、ね、目の色がね、目の色が、目の色って光彩ね、光彩、目の光彩の部分の色が茶色い人と黒い人とかね、チリチリ毛の人、ね、僕みたいな癖毛な人と、ね、ストレートな人っていうね、みたいなもんですよ。ね、そういう感じの遺伝子です。ね、ですから、まあ、どっちかあればね、OK ですね。どっちかあれば OK。ね、形質はどちらかになるから、ね。この対立遺伝子は別に1個ね、どっちか乗ったら OK ですね。はい。
で、これは2連詞も1セットで、 DNA も長いの中くらいの短いのっていうので1セットですね。でもですからこいつね、こういう状況になってる時っていうのは染色体、染色体も DNA も遺伝子も1セットありますよってことですね。ゲノムは1セットって言いませんからね、注意してくださいね。はい、ってことですよね。遺伝子も1セットあると。遺伝子が、遺伝子のね、一通りのことをゲノムっていうわけですからね。遺伝子のゲノムが1セットあるって日本語おかしいですね。遺伝子が1セットあるのがゲノムなんですから、ね、言ってる意味わかりますね。はい、ってことですね。で、こういう風にして染色体 DNA 遺伝子のワンセットはこういう状況になるですね。まあ要はこれじゃあどういうことかなって言ったら、こいつが原数分裂してできた精子とか卵とかいうのはね、精子とか卵とかね、精細胞とか卵細胞とかね、そういうのは染色体 DNA 遺伝子がワンセット入ってるものだってことですね。はい、はい、DNA 染色体遺伝子ゲノムの整理つきましたね。きっとね、きっとっていうかね、ちゃんとこれでついてるはずですね。はい、で、その次。その次のね、下のところの授業プリント見、あ、これ、ここも、北米とこ消しますね。はい。下のところ見てみるとね、スニップ1円来た系、ね、もしくは1円来た型って呼んだりしますけどね、それが書いてありますね。そのね、1円来た系ね、知らなかった人はね、そこのね、資料を読んどいてください。ね。まあ、最近はね、皆さん知ってると思うんですけどね、まあ一応ね、知らない人のために、もしも知らなかったらそれ読んどいてください。はい。で、次行きます。問1番でーす。問1番。問1の、カッコ1。よいしょ。問題文読んでみると、カッコ1。ありゃ。よいしょ。カッコ1、ローマ筋1について以下の小問に答えよう、小問に答えよう。河川側について人に感染し、病気を引き起こすレトロウイルスとしてどのようなものがあるか一つ答えようですね。はい。もう楽勝ですね。はい、HIV ですね。練習問題9番でお話しました。逆転した酵素とともにお話しましたね。HIV、HIV、ね、HIV と、あとは RSV ですね。はい。もうどっちか書いておけばいいです。ね、はい、ラウス肉種ウイルス。ラウスサルコマバイラスですね。はい。はい、どっちか書いておけば OK。ね。まあ、こっちでいいんじゃないですか。ね。ラウス肉種ウイルス覚える必要はないと思いますよ。ね。まあ、覚えた人覚えてもいいですよ。じゃあ次行きましょうか。次。もしかしたらどっかで出てくるかもしれないですからね。まあ一応ね、覚えておいても損はないかなと思います。はい、次行きます。カッコ2番。カッコ2番は、河川域について以下の文章1から3に適切な語句を入れようと。はい。まあ読みながら行きますか。真核異生物の遺伝子は何とかと何とかからなる構造を持ち、それが転写されるには調節領域何とかが必要である。転写後、何とかの部分は切り取られる。メッセンジャーあれねえからね、なんか切り取られるんですね。ってことは、切り取られるのはイントロンですね。ってことですから、あと1番と2番のところはエキソン、イントロンっていう組み合わせで、で、それでさらに調節領域、何とかがね、転写されるには必要ですよっていうのは、プロモーターですね。プロモーター領域。ね。オペロン説ですか。オペロン説でね、習いましたね。プロモーター、オペレーター、オペロンってやつですね。あ、オペロン、構造遺伝子ですね。構造遺伝子っていう順番でしたね。はい。あれという、あれです。ね、ということで、まず過去2の1番、1番はエキソン。で、2番がイントロン。で、3番がプロモーター。プロモーター。はい、これ。ですね。で、それを埋めながら埋めて、ちゃんと全部読んであげると、真核生物の遺伝子はエキソンとイントロンからなり、からなる構造を持ち、それが転写されるには調節領域、プロモーターが必要だと。転写後、イントロンに相当する部分は切り取られる。したがってレトロトランスポゾンがエキソンに挿入されると、正常なタンパク質が形成されない。あるいは、プロモーターに挿入されると転写が阻害される。などの影響が通常現れる。レトロトランスポゾンでなくても、任意の DNA 断片は、ゲノム中の任意の箇所に挿入されるされうる。もしそれがプロモーターの近傍に挿入されると、その DNA から RNA が転写されることがあるってことですね。はい、まあこれね、しっかりね、読んで頭の中に入れておくと後のね問題解きやすいかなと思ったりしますよ、ね。
はい。問題解きやすいっていうかね、ちゃんと問題解きやすいっていうかね、今までの内容がね、レトロトランスポーゾンっていうのは何なのかなっていうのがね、よくわからなくても、これでね、多少はね、整理されるかなと思いますね。レトロトランスポーゾンってな、要はね、簡単に言ったら、まあ簡単に言ったらですよ、DNA があって、まあこの辺にレトロトランスポーゾンの配列があったとするじゃないですか。この辺にありましたよーって言って、で、まあ DNA は他のところにもあるわけじゃないですか。他の染色体上にもね、DNA あったりするじゃないですか。まあ同じ染色体上でもいいんですけど、ね。もともとここにあった配列が、ぴょこーんとここに割り込んできたりするんですよ。ぴょこーんと割り込んできて、ここに入ったりするわけですね。ここにカットインするんですね。カットインしたりするというわけです。ね。っていうのがレトロフィトランスポーザーです。ね。よいしょ。で、そのね、挿入される位置がエキソンだったら、正常なタンパク質が作られなくなるし、ね、プロモーターのね、まあ真後ろとかに挿入されたら、ね、その後ろにね、もともとあった構造遺伝子とね、まあ共にね、このレトロトランスポーゾンの配列が転写されてきたり、まあもしくはね、もうレトロトランスポーゾンの部分のみがね、転写されてきたりとか、まあそういうことが起こったりするわけです。で、次行きましょう。次は、問2のカッコ1番ですか。問2番カッコ1。ローマ数字2について以下の小問、小問ね、に答えようってやつですね。はい。カッコ1番。下線群について、ある表現型の原遺伝子であることを実証するためには、その遺伝子が必要であることと、その遺伝子が十分であることを示す必要がある。ね、必要条件と十分条件って書いてますね。なんか数学みたいですね。で、ここでは犬を使った実験により、FGF4L の足の長さの原遺伝子のことを示したい。なお、遺伝子操作として、クローニング、単理、ゲノムへの組み込み、形質は自由に行えるものと仮定すると。で、A。A のところですね。カッコ1の A。あ、カッコ1の A と B ですね、今回やるのは。はい。カッコ2はやりません。次回の動画でやります。ごめんなさい。一番最初に言い間違えましたね。はい。で、A の方は、そこのところを読んでみると、十分条件を示す条件、実験について述べた以下の文章の空欄7から4に入る適切な語句を以下の選択肢1から7から選べと。なお、5と6には足の表現型が入ると書いてあるんですね。はい。で、4のところからね、今、まあ、順番にやっていくわけですけど、この十分条件ってことですから、十分条件、ね。まあ、FGF4 か。FGF4L。っていうのと、があるっていうのと、があるじゃないですか。があるですね。ある。っていうのと、足が短いってことですね。足、有性形質。有性形質として足が短い。ね、有性形質。何回書き間違えるんですね。はい。書き間違えるんでしょうね。有性形質。有性形質として、形質。として足が短いっていうのを、足が短いっていうのを、こういうのが、これを示すのが十分条件なわけじゃないですか。皆さんから見て、左から右っていうのが十分条件ですよ。十分必要ですからね。はい。十分条件ですね。十分条件を示したいというわけですね。で、十分条件を示すときはどうしたらいいんかなって言ったら、こいつ、あ、L が抜けてる。こいつがあれば、こいつがあればこうなりますよってわけですから、こいつ加えてあげればいいんじゃないですか。ね。こいつをあげる。ね。与える。こういうね、遺伝子を与えると。いうわけで、こういうのを、ね、こういうプラスね、ってプラスってか、これね、こういう遺伝子とかを足したりとかするっていうのを、こういうのを原用ファンクションって言うんですよ。原用ファンクション。ちょっと難しいですけどね。原因オブファンクションって言うんです。まあ、機能の獲得ですね。機能の獲得ってことですから。ね。こういうのを与えるわけですよ。ね。これで示せるんですよ。ね。
与えるっていうことによってこういうね性質を示すことができる。遺伝子を与えることによって性質を示すことができる、ね、これで示すんですね。原因を考えましょう。これね、まあ、大学入ってからね、大学入ってから卒業論文とか書かないといけないですね。その時にね、まあちょっと頭の片隅にあるとね、まあ実験の構築をねしやすくなったりするかなと思うんで、まあ入試にねだけに関わらずね、その先にもねつなぐような内容としてこの話をしておきました。はい。で、まあ、この原因をファンクションで要は示せるんですよってことが分かってれば、まあ、こいつを与えてこうなりますよってことをね、まあ示すような方向性にちゃんとこの下の文章がなってればいいんですね。はい。ということで、まず、どないしたらいいかなって言ったら、何とか遺伝子を含む DNA 領域をクローニングしますよって言ったら、まずそれね、クローニングして増やして、それをどう、なんかね、組み込みますよって話をしてますから、ね、増やすのはこいつですね。FGF4L ですね。ってことで、1、穴目の1番は、カッコ2を入れて、FGF4L を入れて、で、それを増やして、クローニングして、それを何々を持つ犬の、ね、任意のところに加えますよ、ね。もともとこいつを持ってないような個体ですからね。もともとこいつを持ってないような個体っていうと、どんな個体かなーって言ったら、通常の足の長さの個体ですね。はい。ね。じゃないと、こいつがあるからこうなりますよって言いたいわけですから、足が短くなりますよって言いたいわけですから、もともと短いやつに組み込んだらまずですね。もともと普通の長さのやつに組み込んであげないといけないと。で、次3番目の穴目。で、その染色体を持つ個体の表現型が何々になり、ね、足が短いってやつですね。表現型としては足が短いってやつになるはずですから。足が短い足、書いてますね。短い足。になって、かつその遺伝形質、遺伝形質が何々であることを示せばいい。何であることを示せばいいんかなって言ったら、ね、優勢になってればいいっていうことですから、優勢であればいいわけです。優勢であることを示せばいいってことですから、カッコ6ですね。はい、優勢、カッコ6。ってことで、こういうふうになりますよ。そうですね。はい。ちょっと上のとこ消しますね。次の B やるために。よいしょ。よいしょ。ちょっと長くなってきましたけどね。いた。足ぶつけました。痛い。ああ、ちょっと足のね、爪がね、長くなってきたんで、そろそろ切らないといけないなと思ったんですけど、今の痛いですね。岸ぶつけましたね。はい。次行きます。そんなこと皆さんには関係ないですね。はい。ごめんなさい。次行きます。B です。ねえ、B。よいしょ。B は問題文読んでみると、問題を読んでみると、必要条件を示す実験について行う遺伝子操作、並びに足の表現形と遺伝様式を含めて3行程度で述べようと。ね。3行程度で述べようって言ったらね、上のところ見てみると、ね、さっきの A のところ見てみたら、うまいことこれ3行程度になってませんか？なんで、こいつはね、うまいこと改変して、ね、一部ね、こうちょろ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 ってね、書き換えて、こいつをね、使ってやればいいんです。ね。回答の方をね、なんか同じような揃った問題を回答の方を揃えて書くと書きやすいですよってお話しましたね。それを、このね、もともと書いてある文に対して使ってです、ね。それをうまいことやっていけばいいと。で、今回やっていくことは、ね、やっていく方向性は、これの逆ですよね。こっちならばこっちってことですよね。ってことですから、優勢形質、形質、足短いっていうのを、足短いっていうのであれば、FGF4L があるよーっていうのを示せばいいんですよね。はい。皆さんちょっとこう書けましたか？消しますね。答えだけ言うと、1番から順番に2、3、4、6ですよ。はい。消しますね。ちょっともうスペースないんで。で、こうなってるわけですね。で、でもこれって直接示すの無じゃないですか？ね。これはなかなかね、直接示すのきつそうじゃないですか？ね。こういう状況ならばこれがありますよってね。全個体でね、もう全ての個体でね、いくら調べ尽くしても、どんだけ調べても、もしかしたら例がいるかもしれないじゃないですか。って言われたら終わりじゃないですか。ね。
こういうなんか細胞が、こういう細胞じゃない、こういうね、形質を示してるやつ、個体がいますよ。ね、そいつらの個体ね、今見つかる限り探して、で、そいつらのね、遺伝子ね、調べてみたら、こいつ全員持ってますよ。だからね、全員持ってますよ。とは言い切れないじゃないですか。なので、これ言い切れないので、この方向で示すのは、なんか厳しいんですよ。じゃあ、どうしたって示すかなーって言われると、今回ね、なんかこれね、必要条件とか十分条件とか書いてましたね。数学っぽいじゃないですか。数学で、この方向で示すのがきついときには、どうやって示すんですよってなりました。ね。対偶とかいいんじゃなかったですか？対偶。対偶。ね。対偶とって、ね。どういうことをするのかなって言ったら、FGF4L がないならば、流星形質ではなく、流星形質、または、足が短いではないじゃないですか。言い換えたら。これカツですから。流星形質かつ足が短いですから。ね、流星形質または、かつをまたはに変えて、で、であるの最後のやつをではないに変えたりですから、ね、または、こいつらをまたはで繋いで、で、ではない。ではないですから、どうなるんですか？ではないってことですから、全部言い換えると、そのではないをこいつとこいつにかけると、劣性形質か。劣性形質、または足短い。短い。足長いですね。対語を取ると、ここの部分は、劣性形質、または足長いですね。足長い。になるというですね。こいつがないならば、劣性形質、または足長い。っていうふうに、対語を書いて置き換えるそうですね。そしたら、ね、ないならば、なんちゃら、これ皆さんの書くとこないんですけど、ないならば、ね、これこれがない。ならば、これこれってやつを示すとき。ね。ないっていうときは、まあ、それがないわけじゃないですか。さっきはね、あるから、ね、ゲインだったわけじゃないですか。じゃあ、ないんだったら、どういうのを使うのかなって言ったら、このロスオブファンクションっていうのを使うんですよ。ね。なんで、必要条件を示すときには、ロスオブファンクションを使っていく。対偶をね、取ってやればいいわけですから。対偶を取ったら、ね、対偶を取った時にね、真偽は一致するわけですから。ね。この対偶を取って、ないってやつを使うんだったら、要は必要条件は何で示せますか？ロスオブファンクションで示せますよってことですね。はい。でも、ロスオブファンクションで示して。で、かつ今回は対偶を使うんですね。かつ今回はってかね、まあ大体いつも対偶使いますけど、ね。対偶を使うというわけですね。はい。で、これで方向性としては決まったよと。で、どういうことをするのかなって言ったら、こいつがないならば、ね。こいつがないならば、こいつがないならば、その形質は、こいつとか、あ、これ、劣性形質、または足長いになりますよ、ってことですね。はい。ってことが示せればいいというわけですね。だこいつがないっていうのは、じゃあどういう状況かなって言ったら、もともと持ってたやつからそいつをなくせばいいですね。はい。ってことで、回答としては、足の短い個体。もともとね、足の短い個体には、あいつには、これがね、あるかなと思ったわけですから。足の短い個体。あ、血統個体。足の短い血統個体の双胴染色体上にある FGF4L の両方を活性化。ね、これ要はなくすってことですね。ロスオブファンクションですね。不活性化させた。で、その染色体を持つ個体の表現型が、長い足。上の選択肢、長い足って書いてますね。よく考えたら。長い足になる。またはその遺伝様式が、劣性であることを示せばいいというわけですね。はい。上のやつのね、問い2の過去1の A と対応させたような回答の書き方にすると、回答を書くときに楽ですね。なんでこういうふうに対応させたような感じの書き方をしてください。はい。それではね、今回の授業はこれで終わって、次のね、動画では問い2のね、過去2を解説していきます。はい。それではね、次の動画へどうぞ。